僕は人間接触嫌悪症。匠、大変なことになったな。だから今年の匠のルームメイトだよ。君、僕をバカにしてるのかい。そんな僕の前に現れた学園一のプリンス、ギー。俺がお前のこと好きだってことを高林に。俺がお前のこと好き？お前もいい迷惑だな。こんな面倒なやつに好かれちまったもんだからさ。君と同室のあいつさ、君に気があるんじゃん。僕たちあまり学校で二人きりでいない方がいいと思うんだ。俺は匠が好きなんだぞ。俺の気持ち分かってんのか。俺にも一曲聴かせてくれないか。やめろ野崎、お前絶対に許さない。そろそろしっかりと決着をつけないか。葉山匠とどっちが付き合うか、その賭けだ。お前ギギのことどう思ってんだ。あいつの気持ち分かってるならもっと知ってやれよ。ギーの深い愛情が僕の心の傷に優しく触れるとき、春風がささやいた。そんなに僕のこと大切にしてくれなくていいのに。俺はお前を絶対に守る。愛してるよ、匠。ボーイズラブの原点、伝説の大人気原作だ。待望の実写映画化。今注目の若手俳優陣が織りなす珠玉の青春ラブストーリー。僕はギーが好きだ。だからこの勝負絶対ギーに勝ってほしい。匠くんシリーズ、そして春風にささやいた。愛しき君へ。